皆様こんにちは前回に引き続き特別展の解説をいたしたいと思います前回は展覧会が始まって前期の中心作品を中心にお話しいたしました今回は10月の11日に展示会をいたしまして後期の展示になっておりますそういうものを中心にお話しさせていただいて 特色などをご理解いただきたいなと思っておりますでは始めさせていただきます、えー、この内容でございますけれども宮廷江戸頃絵師大和絵を中心とする土佐派の絵師の作品でございます、ね、それと幕府の御用絵師ということで住吉派 の絵師、また住吉派から分離しました板谷派の絵師たちの作品がございます。そういったものの特徴を他野派とも比較しながらご覧いただきたいと思っております。それからまた先ほど申しました後期の展示作品、ずいぶん変わっておりますのでそのあたりもピックアップしながらご説明したいと思います。 それからまた、第一弾の時にご質問もいただきましたので、そういうものも織り交ぜながらお話しさせていただきたいなと思っております。では、よろしくお願いいたします。この経図は、前回もご覧いただきました。いちいちご説明いたしませんが、土佐派、住吉派、板谷派とたくさんの絵師たちが名を連ねております。 これらは世襲を基本としておりますので皆さん血がつながっているわけですねですから師匠から弟子へ親から子へいろいろなものが伝達される中で絵の手本であったり絵の技術であったりそういうものが継承されていったという非常にその点も特色ではないかなと思っておりますでえー 土佐派住吉派、板谷派の職種と書いております先ほど申し上げた土佐派は宮廷の江戸っのというところの絵画の制作の担当でございます。で江戸っは平安時代に遡りますけれども宮廷とか大きな社寺に属しましてそれぞれ4種類の 役目を引き受けておりますその一番長にあたるのが預かりと申します江戸頃預かりという表記が先ほどの経図にもございました通りそれは江戸頃の長当領のことでございますで平安の江戸頃が鎌倉時代になりますと少しずつ範囲を広げまして 春日とか住吉だとか本願寺だとかそういう大きな社寺にも江戸頃というものが作られまして室町時代以降になりますと幕府にも置かれましたんですねそういうふうな中で土佐派を考える場合に特に注目すべきなのは前回もお話ししましたんですが江戸時代になりまして前期に土佐光時が登場します。 えっと、三沖は江戸頃預かりに再びついた人物でございます。それまで、えー、室町時代から江戸の初めにかけて、えー、江戸頃預かりをお戸沢は継承しておりましたんですがあ宗家の三本という人物が戦死をしまして、えー、そこで、えー、江戸頃預かりの職も解かれてしまいます。その中で その後継者から引き続いて密同期の代になりますと江戸頃預かりに再びつくということがなされたわけですねそれによって土佐はそれ以後江戸頃預かりを接収することになりますまた住吉派でございますが江戸幕府に使えます徳川将軍家に使えまた大名家などの お仕事も行いますそこで絵画政策を担当いたしておりますまたその中では住吉具慶という人が登場したときにこの人が初めて幕府の御用意志に就任することになりますでその流れを組む板谷派でございますが板谷博長という人が登場しましてこの方も幕府の御用意志に ついております以降住吉派、板谷派は幕府の御用意師として活躍をすることになります。こういうふうに宮廷の仕事をする土佐派、また住吉派、板谷派は江戸幕府の仕事を絵画の仕事をいたします。そういうふうに大きく分けることができます。では次に、 宮廷の江戸頃の絵師それから幕府の御用師の作品を比べてみたいと思いますその中にカノ派との比較も行いますざっとここにたくさんの作品を挙げておりますが宮廷の御用師の作品を取り上げてみましたこれらはいずれも手中で出賃していただいた作品が中心でございます 儀式ととままめております儀式の記録とか記念となる絵画のことを儀式絵と呼んでおります。えー、朝廷と変わりが深い儀式が主題になっています。それらを1、2、3、4、5というふうに挙げております。代表的なものを次からご紹介したいと思います。こちらですが。 画面2つございます屏風の形式を持っております。これは大上絵の和歌を絵にした「大上絵和歌御屏風」というふうに呼ばれた作品でございます。大成絵は天皇が即位なさった時に行われるいわば「新滑祭」という儀式がございますが。 あそれが名前を変えて大上祭あるいは大上えという儀式になります。その時に使われる屏風がこれらの屏風になります。この屏風は第十百十七代のご桜町天皇の即位の時に大上祭が行われ、その時に飾られた屏風でございます。場面を少しアップいたしますと。 右上には和歌が書いてございますがこれは万葉仮名で書かれております漢字ばかりでございますね。その下に少し読み下し釈文も入れております拡大しましょう次を見てください、えー、貴族たちが延べに出て松、ちっちゃな松を引き抜いて松の長寿を授かろうという儀式でございます もろ人も楽しきよぞとねの日して小松ヶ原に遊ぶ春初春という和歌が絵画化されております。それから続きましてこれも大城祭大城絵に使われる和歌の御屏風でございます。こちらは土佐光真という人が描かれたものでございますね。でこの大城祭は120代の 忍耕天皇さんの時に作られたものでございます6層。6極4層ございます。こちら部分を拡大しました。同じように万葉仮名の和歌と、それからその場面が絵画化されております。秋、稲を刈る農民たちの姿でございます。 えー、和歌は「よろずたみ秋富村につく稲の年豊かなる海を仰ぐなり」というおめでたい和歌になっております。こういうふうに風俗を描くというところも大乗への和歌屏風の特徴になっております。それからまた京都御所でございますが獅神殿中央の大きな建物でございます。 その右に出しました写真は、みち台というのがお座りになるところ、たくさんの方に会われる場所です。それが右にあります。その背後に、たくさんの人物を描いた障子がはめられております。その障子を屏風にした作品がこれらでございますね。 今現状の御所の紫神殿には昭和の時代に描かれました献上障子がはめられておりますが元のものもはお蔵に収納されております。その元のものを描いた絵師住吉弘之という人が屏風に献上障子を描いたものがこれらでございます。 どのような人物が描かれているかと申し上げますと太公房ですね太公房の顔を今アップしております中国の紀元前11世紀の提神でございまして名前は芦蕉と申します芝線が書きました四季には釣りをしている時に文王に見出された そして文法に仕えたという逸話が載せられております。太鼓望という名前で親しまれています。そこ横には太鼓望の略歴を書いたあ色紙型と申しますが、それが貼られております。ちょうど絵の上部に当たることになります。続きましては、これは祖部 といいう人物の顔の顔部分をアップしています祖父は紀元前2世紀から1世紀の頃の方で大変皇帝に対して忠誠を尽くす人物としてよく知られております。この人物はモンゴルを中心として繁栄をしておりました遊牧民の民族の強度という 人たちがおりましたけれどもそこにに使いに行きますしかし囚われてしまってそこで19年間も大変苦労の生活をいたされたですね。でしかも19年間もずっと降伏しろと言われながらも武帝という自分の使えていた皇帝に忠誠を尽くしたという人物でやがて救われてその行為が検証されることになります。 そういう略歴が右の写真に出ておりますように色紙型に書いてございます。祖父あざな死刑などがあそれでございます。こういう作品、人物像を屏風あるいは障子に書きまして天皇があたくさんの方々とお会いになる時きの戒め的な意味も含めています。このような 作品を描いているのが宮廷を中心とした徳沙派でございますが特にこの「献上掃除に関しましては事情が少し変わっておりましてもともと御所の絵を可能派が中心に描いておりましたんですが担当者の狩野派の絵師が病気になって死んでしまったんですね。 その後を同じ御用絵師である住吉派の広行という絵師が引き継いでおりますので、えー、大和絵の宮廷の仕事をする土佐派以外にも幕府に仕えた御用絵師がこのような御所の絵画を担当するということになったわけであります。引き続き続見ていきたいと思います次は ああ写実ですね、えー、の演義をまとめてみました。いずれも土佐の書いた作品でございます。一番から五番まで挙げております。それらを次に出していきたいと思います。ではあ宗治演技絵巻でございます。えー、茨城市にあります宗治という,う古いお寺の成り立ちを描いたものです。 これから同じ土佐が描いたものをご紹介いたしますが共通しますのは俯瞰的に場面を描いていくですね視点がやや空の方から見下ろすような形で描かれているのが特徴であります続きまして土佐光義という人が描いた作品 平野豪舎園芸巻でございますこちらは「熊田神社」と読むことになりますが少し読み慣れていない方は読みにくいかと思いますが熊田と読みます熊田神社ですね。熊田神社さんの成り立ちに後頭天皇と熊野権現が最神として祀られた経緯を絵にしております。 三好という人物はちょうどこの頃はまだ若い時でございまして20代までにこの作品を書き上げております続けてまいりましょうまた同じく三好の作品でございますがこれ片袖演技絵巻と読みます大念仏寺こちらも大きなお寺でございますが 大阪の平野区にございます先ほどの熊田神社と同じ地域にございますこの成り立ちに関してまたこの教えに関して巻が作られておりますこれも三吉の若い時の作品でございます二十五歳までに作られたと考えられ,た考えられている作品です 俯瞰的に書いいてございますねそれから次これ「道明寺園芸巻」と申します左に道明寺さんの建物をお写真で写しております、えー、聖徳太子ですとか菅原道真とかそういう,う非常に有名な人物と関係するお寺ということで広く信仰を集めて、えー いますでこちらも光吉が若い時ですね25歳までに描いた作品となります少し拡大しますとこれは僧侶が念願かなって「来語」を受けるところでございますこのように霞青い色で霞を描きまして えー、場面の奥行きですとか遠近感だとかそういうものを強調した作品となります非常に青い色が印象的でございますねそれからもう一つ挙げますのはあ同じく戸田光之の書きました朝日神社縁起山木でございます朝日、えー、神社の 場所も同じく平野区にございまして同じ地域の著名なお寺でとか神社の縁起絵巻を土佐光義という人が描いているというところも非常に土佐家と土佐派と地域の有力な寺院あるいは神社と関連した 制作を行っていたというようなことが分かる作品でございます。えー、こちらは、えー、雨乞いをするために日に祭壇を設けてお祈りを捧げるところでございます。これはあ 三好が39歳までに描かれたということが分かっている作品でございます。いずれも少し高いところから見下ろすように全体を描いているのが大きな特徴でございます。それから続きまして御用絵師の作品を挙げてみたいと思います。同じく儀式絵、それから謝辞演技絵巻。 それからもう一つ、祝賀の絵というふうに三つにくくっております。西絵から見ていきたいと思います。こちらの作品ですが、これはあの絵巻になっています。巻物でございます。墨だけで描かれておりまして、 色がついてないので少し画面がどんな状況なのか分かりにくいんですけれどもこれは年中行事絵巻と申しまして拡大しますとたくさんの人たちが集まってきてそれを弓を持った役人が追い払おうとしているというところですね。どんな行事かとと申しますと正月に 5月あるいは12月です、ねえー、に行われる行われていた、まあ、刑法上の儀式だとされている「着打の祭りごとと申します、まあ、罪に、えー、服している人たちを集めて、えーまあ、見せしめの形でケビ備氏の力というものをたくさんの方に見ていただくと。 という儀式の一コマでございますたくさんの人たちが揃っている中でちょうど画面の中ほどあたりに人物が座っていますそれが囚人たちの姿となります手に鎖をはめられて役人の前に引き出されこれから儀式的な むち打ちというものが行われるという場面でございます平安時代はこのような形で見せしめのような儀式が行われていたんですけども鎌倉時代以降は形骸化したと形だけになったというふうに言われておりますこういういろいろな一年中の行事を後白河天皇が ええ、絵師に命じて、制作させた。その、お、作品が年中行事絵巻でございます。それを六十巻もあったと、お、されております。非常にたくさんの中から、ああ、いろいろな場面が、あ、引き移されて、いるわけですね。これは、あ、その、お、神社の祭りごとという。儀式を、お、描いた、あ、部分になります。実は、あ、これはですね。

それを黄色い文字で、黄色いように示しておりますのは、重要な場面を挙げたものです。何のために、誰がこれを写したか、ということが書いてあります。一番最後に、法歴十三年、十七百六十三年のことでございますが、住吉内木藤原広森という,うにサインがございます。広森がこれを書いたということでございますが。 その手本となったものは一番最初に土佐内規これは女系だと思いますがそれから住吉武家、それからまた住吉内規内規という名前を代々継いでおりますのでこの内規は住吉広安のことだと思います広安は広森のお父さんになりますでお父さんがたちが書いたものをもっと正確に言いますと 住吉女形が写したものを武家も写しまたあ広安も写していく代々写し継いでいくというものがこれでございますこれは、えー、朝廷からあこのような行事の絵が依頼された時に役に立,ちな立てなさいよということが書いてございますしまたあ他県すべからざるものなり というふうにあります。他の人たちに見せちゃダメですよ。ということです。ですから、住吉派の弟子たちにだけ見せなさいというふうなことが書いてございます。このようにして、手本を大事にして弟子たちに学ばせ、引き継いでいくという形をとっているのが、土佐派、あるいは住吉派、板谷派、山和への グループの行っていることですもちろん狩野派でも同じようにいたしておりますが古い伝統的な絵画を模写しその手本を伝えていくという姿勢は土佐派に土佐派住吉派また板谷派に顕著でございます。で はい、すいまませせん。度々申し訳ありませんあの,神の祭りごと、着蛇の政、ねえー、をお下の図と比較してみ、えー、ます。下の図は後に紹介いたします節営図屏風の中に書いてあるこれ儀式の一つですね、えー、何かあーしゃがんでいるものの背後で、えー、細長い棒を持って、えー、その人を打とうとしている。 おそらくこの着座の祭りごとも同じように、まあ、儀式化されていきますのでその中で、えー、正月の儀式として、えー、罪人役を立てまた鞭打つ役を立てて、えー、それをお正月に行事として披露するというその場面に着座の祭りごとが継承されております。それをお それからあこちらですが次の場面になりまして鷲見廣貫という人があこれは、えー、通常の11月に行われる二ナ祭を描いたあ絵でございます、えー、その状況をこのように、えー、大きく描いています細かく描いております、えー、右の方に屋根があ続いておりますけれども その左に、蓮という天皇がお乗りになる乗り物が描いてあります。それから儀式が行われる新家電という建物に移動される状況を描いています。非常にこういうものも儀式のあり方を伝えていく上で重要でございます。次に移しますのが、 先ほど挙げました設営、えー、あるいは設営と読みますがさまざまな季節に節目がございまして節目に行う行事のことを設営あるいは設営と呼んでおります特にこの屏風には3つの重要な設営がかかってございます 三節詠と申しまして元日の節詠それからお正月に行う青馬白い馬と書いて青馬と言います青馬の節詠また下に座席の方には十日の節詠ですねその3つが書いてございますこれは大きさは高さが1メートル弱ですねちょっと小ぶりな屏風になっておりますどんなことが書いてあるのか次に見ていきたいと思います えー、ここではあ宮中で行われた元日の設置絵と青馬の設置絵がそれぞれ書いてあります細かく見ていきます少し拡大しましたえっとお右の方に馬が書かれていますそれがあ青馬の設置絵でそれ以外、えー、上部の建物のところに人物があ 座っていたりしますがそれが元日の設営にあたりますまず青馬の設営から見ていきたいと思いますこれは正月の7日の日に天皇が主神殿に移られてそこで馬を見ることによって特に白い馬ですねを見ることによって邪気を払うと いいう儀式でございます中国のお御行思想、御名御行の思想に基づいた儀式とされております。から続きまして、えー、お正月の儀式でございますが、この右側に女性があ立っております。そして 左の上の方には男性が椅子に座ってテーブルに座っついております。これはお正月の苦語といいまして食べ物をお召し上がる場面でございます。えー、階段のところに、えー、座っている男性があ持ってきたこれは内膳の司といって。えー 宮廷の食事を扱う役目の長でございますね。その方が女性に台を、いろんな食べ物を載った台をお盆と言いますかね、それを渡して、その女性が貴族たちが座っているところに持っていくという、そこでお酒とかご飯とか。 をいただくという内縁という儀式の場面でございます。続きまして、その左側にずっと続く場面がございます。ここに左端に、公家たちが何か座って、文などを読んでおります。これは、その。 儀式の後でございますけれども、21日の内縁と考えられておりますんですが紙に書いた文章を読むという場面ですねこれは死を漢詩を作り作った漢詩を披露するという場面を描いたものでございます細かな行事がここで展開していくのが分かります でえー、こういう貴族たち特に天皇に面会することができる九、まあ、行という地位の方々があ儀式が終わると「お六」という,うものが,あお、えー、があ天皇からあ下されるわけですね。そのお下されたものをお今見聞してるところというふうに考えていいかと思います。 こういうところまで細かく書いて儀式の中だけではなくてその関係する場面も絵にして伝えているというところが大変魅力でございますそれからこちらですが先ほど挙げました場面で警備士たちが罪人の役目のものを 庭に座らせてそこで鞭を打つという儀式先ほどの着座の祭りごとと関連するような場面になります。これは少し拡大しますとこです、ね、庭火という庭に火が焚かれております。その下でしゃがんでいるものが罪人役のものです。 非常に神妙な顔つきをしているところが印象的でございますね。それに対して、周囲の者たちは笑顔でそれを見ている者もいて、儀式の状況を形式化、形式化された儀式の様子を伝えているというふうに捉えていいかと思います。から続きまして、こちらの方は向かって左にございます。 絵でございますここでは「十日の設置へ」という場面が描かれています。絵ではあ緑の色でこれ、むしろでございますね。むしろを円形に敷いてその上に曜泡を持った女性が歩いています。えー、十日ですからあ歌い踊るという字を使いますので、えー、踊るのでありまた歌,いの歌うのであり。 と思っていると、実はこれは、えー、歩いているだけですね、非常に、えー、形式化して、えー、たくさんいたこのお前人たちがあ平安時代の年中行事絵巻に出ている女等か女性だけで、えー、舞踏を行う部分があ右に、えー、掲示しております。それに対して 江戸時代になってくるとこういうい人数がすごく少なくなって2人になってきている、まあ、形式化している様子がここで分かるかと思います。しかしそういう形式化しても儀式として成立させてこの女党下の後で宮中にの庭で楽人たちが立ちながら 演奏するという律立学立学ですねという場面が書かれていますこのように設計を3つ取り上げて1つの屏風に描き設計の様子を分かるように伝えていくというあり方がこの屏風の特徴になりますそれから続きましてこちらの方は

が神として祀られるというものでございまして東照宮に奉納されたものでございます。でこういう幕府の関係の作品は御用絵師の本当に重要な仕事になっております。ままた続きまして えー、これは広行の広行の描きました武闘図武学図でございますね、えー、少し、えー、俯瞰にして、えー、建物や庭全体が分かるように、えー、描いています、えー、これは森家に伝えられた作品でございまして、えー、ちょうど1784年のことでございますが、えー 毛利の重親という全藩主が60の官暦を迎えましたそのお祝いのために新しく藩主になった春親という人の多く方が依頼されてこのお祝いのちょうどを作ることになったわけですねこの 春近さんの奥様というのが非常に有名な田安家徳川御三家の一つでございますが田安家から嫁いで来られた人物でございます非常に力のある家のお姫様としていろいろな絵師たちと交流もあったと思いますがその中で 県庁長寺を描きました、広行が発敵されて、この絵を描いたわけでございます。ちょうど題材となるものは、平安時代に藤原道長がいて、道長の県政というものが藤原氏を非常に豊かにし、また文化的にも優れたものをたくさん生み出した、 ことはよく知られておりますその映画物語に書かれた道長の奥さんの臨死の60歳のお祝いのお話がございますそれをもとにしてこの森家の森重鹿の60歳の還暦祝いの絵として広行に依頼したのがこの作品でございますね。 場面が展開いたします。えー、武学を演じる武人たち。それからまた、あ参加あしているう男性の貴族,貴族たち。それからまた、あ女性たちはあ姿を見せませんで、えー、室内に座っているんですけれども、女性たちがいるということを明らかにするために、このように椅の下から 袖口や裾、着物の裾などを出す、いだし、打ち出、あるいは打ち出しです、ね、というふうに呼ばれるんですけれども、着物の一部を出して、自分たちの存在を主張しながら場面を華やかにするということを行っています。 前回も申し上げたかと思いますが非常に珍しい表現がなされています。それは袖口や裾に飾りがついているんですね。ここでは右の方に松ですね。それから左の方には鶴でございますね。松や鶴というようなおめでたい性格のモチーフがかたどられてつけられているようですね。 どのように透けたのか全く分かりませんけれども物語や記録にはこのような描写がございます、まあ、非常に華やかな場面にまたもう一つ輝きを添えている感じがいたします続きましてこれは主天堂寺絵巻ですね実はこれはお嫁入り道具だったんですねと考えられています えー、非常によく知られた四天同寺のお話ここではあ絵では、えー、赤い衣をつけているう人物大柄な人物が四天同寺でございますちっちゃい時からお酒が大好きで、えー、やがて、えー、いろいろなあ力を持つようになり鬼たちを家来にして悪さを働くと。 そこで、えー、源来光一行が四天堂寺を退治に行くというお話でございますね。は主演の場です。四、えー、天堂寺たちが見る中で、えー、踊りが披露されて宴が盛り上がっているところを示しています。で、えー、ここでお酒が出て。 このお酒は神様から特別にいただいたもので鬼には毒になり人間には薬になるという性格のお酒を、うんえー、四天王寺はそのお酒に酔っ払ってやがて寝てしまいます。でそこを雷公一行が襲って退治するという場面ですね。 ちょうど凄惨な場面でありますが、ライ光一行が、不戦同時の首をはねた場面です。で、はねられた首は飛び上がって、ライ光がかぶっている兜の上からかぶりつくという場面ですね。非常にドラマチックな場面を、鮮やかな彩色で描いたものであります。 この作品は8巻もある非常に大きなものでございますが同じような作品がドイツのチュリヒの博物館にございましてそれとの関連が今研究されておりますその作品を描いた息子がこの作品を描いたと広久という人が 描いいいたというものでございま,す、えー、まあこういうものがですね嫁入り道具として使われる意味は悪、えー、物を退治する立派な武士を生むこととか、えー、いろいろなその縁起が担われて、えー、嫁入り道具にされたと考えられているところでございます。 それからもう一つこれも嫁入り道具に関わるものなんでございますけれども「源氏物語」の「和かなという場面を描いた屏風であります。これは八曲八つに折り曲げることができる屏風八曲屏風が右左に備わっています。で同じような主題のものが もう一つは板谷の広信という人が書いたものですねこれは竹津と源氏物語の若菜の場面を対にして描いていますこのように同じ主題のものを描くというのがやはりおめでたい内容は好まれましたのでそれらを描いて そして、何々姫様のために作るというようなことが日記に書かれておりますので、おそらく読み入り道具として、後ほどとして求められたのではないかと考え,考えています。で、これらを見,た見ていただいた後で、特徴的なところをまとめていきたいと思います。最初ににも申しましまたように 土佐派は宮廷の絵の仕事を中心にやっておりますし住吉派遺体派は武家徳川家あるいはその藩に属する大名たちの絵の仕事をしております。そういう大きな特徴がありますが部分的に見ていきたいと思います。ここに挙げましたのは この3つの流派の絵師たちがどのような点で特徴を持っているのか個性を挙げていきたいと思うんですがまず構想力と表現力それから物語の読解力模写力手本「ふんぽん」と申しますがの継承と活用 それから豊かな発想力とアレンジの妙味というふうに5つにまとめてみました。どんなことでしょうか見てみましょう。まず、構想力と表現力でございます。これは、現地物語の若,な若紫と須磨を描いた屏風でございます。でいずれも屋外、 が舞台になっていますので、室内が舞台にされることが「源氏物語」の絵の場合は多い中で屋外を舞台に撮るというのはそれも一つの大きな特徴だと思います。これまででなかった特徴ですね。それから若紫の絵を見ていくと大変面白いことが分かります。光源氏が 病気の療養中に若い小さな女の子がスズメを飼ってたんですけれどもそのスズメが逃げちゃったということで騒、えー、いでるその様子を光源氏が垣い見るという場面でございますでここでは、えー、立っている人物が後の紫の上になる ちっちゃな子女の子ですねそれから右側があ天君この女の子のおばあ様にあたる人物ですで何やらあ子供にあの,スズメの子を逃がしたっていうことで訴えている場面でございますねそれからあそのお建物部屋を出てみるとお女房と犬木というのはちっちゃな次女ちっちゃなあ年の次女ですね が立っています。で、外を見ているんです。で、ここには子供、えー、に衣を着くときに置く台ですね。布製語と言いますが、あ上のか、えー、金属製のお部分が倒れています。実はこれがあスズメを飼っていたあ鳥籠になります。 ス、えー、ズメが逃げたということをこれで、えー、よく分かるようにしていますではスズメはいるのでしょうか、えー、分かりでしょうか、えー、描かれてるんですねちっちゃく描かれてるちょっと大きくします見えますでしょうか右側に松の下枝があって、えー、スズメがあちっちゃくちっちゃく描かれていますそれをお3つのお絵で いただきますと右側が全体像そして左側が拡大したところそれからあ上がもっと拡大したところです、ね、こういうふうに鈴芽があいます逃げた鈴芽がちっちゃくちっちゃく描かれているんですねそれをお光源氏はあ見ている鈴芽を見るのではなくてこのようにちょっとお見づらいかと思いますが、えー、光源氏が このの騒いでいいでるる。室内の様子を見ているそしてこの2人はここにちっちゃちっちゃなスズメがいるんですけどもスズメを見ているというふうな視線の移動というものをこの描語の中に書いています。それからまたその右に左には滝が音を立てて流れている非常に大きな音を立てて流れているような印象を与える滝が書いてあります。 でこの滝ですが例えば狩野派の滝,と比べ滝や狩野派の岩,です、ね、岩と比べてみますと上がからの写真が三ツ沖の今の若紫の部分ですね、左側に岩を右側にその全体を描いています。 その下に書いたのは、同じような時に、三つ置きと同じような時に活躍した狩野探幽という人の岩の様子です。えー、山水図の岩の一部を拡大しました。輪郭が狩野派ははっきりしていますですね。えー、色使いあ、色は使っていませんけども、墨の陰影で、えー、立体感を出そうとしています。それに対して、三つ置きの作品は、その色の濃淡。 を特徴とします輪郭はそれほどきつくありませんこのように、えー、優しい筆使い色使いとそれからカッチリとした筆使いが土佐派とカゴ派の理を見ると違っていることがわかりますで、えー、ここで少しカゴ派の作品を取り上げてみたいと思います これは狩野派が宮中の絵を描いたという例の一つでございます。えー、修学院の立休は御水造典の,のさんが上位した後で、えー、造営された建物でございますけれどもそこの襖を狩野篤信という狩野派の絵師が描いています。えー 長谷寺の長い階段、それから桜が満開でございます。次の、もう一つの作品は、こちらは御所にあった襖でございますが、焼けたり、あるいは建て替えなどによって、 もともとはまってたものが使われたものが違う建物に移される場合がございます。でこれも厳島神社をの風景を描いたものでありますけれども現在長岡教師の光明寺さんに所蔵されています。もともと御所にあったあ絵画それを加納が描いていた頃に の作品でございますが、それがあ現在は別の場所に移されております。これらの作品の特徴を挙げてみましょう。えっと右側が長谷寺を描いた2枚の部分、左側が出雲島を描いた2枚でございますね。樹木、桜と紅葉した樹木の姿形を見てください。 何か桜くねくねとした形で描いてあります。力強さというよりも優しい感じがいたしますね。そして人物、これは参詣をしている、長谷寺を参詣している人物たち、傘をかぶったり、座って祈りを捧げたりしている状況です。それからまた、厳島の方も、厳島神社を 見て楽しんでるというそういう人物が書かれていますいずれも筆遣いは柔らかい筆遣いですね先ほど見ていただいた岩ね、ノタンユの書いた岩のあのゴツゴツした印象は全くございませんまこの御所とか主学院とかそういう宮廷に関わるところで えー、描く樹木や人物っていうものは少し和らいだあ印象で、えー、を与えるように描いているということが分かりますさて、えー、もう一度土佐派に戻りたいと思いますいろいろな工夫をしているということを挙げてみた見ようと思います。えー、スマのお作品です、えっと、特に、えー、月と雲 の表現が特徴的です満月が雲から顔を出したところですねそしてその周囲には狩りが飛んでいます狩りの下のところには金箔を四角く切った切り箔それから細かく切った砂子を巻いて雲の輝きを示しています 同じような場面がここに登場します。えー、三つ置きの書いた絵巻、源氏の絵巻でございますが、2つを比べてみますと、上部が屏風、下が絵巻ですが、えー、雲と月の表現、非常に近いものがございます。同じ人が書いたので、えー、技法も構図も近いというのが分かるわけですけれども、 得意としたもの,の金の使い方あるいは細かくしたいろいろな金を使う表現の仕方おを三つおきは大変得意としたこというのはこれでわかりますそれからまた前期に出していたんですけれどもミスを通して室内を見せるという水越しに見せるという非常に斬新な構図も おつ届きは行っています。いろいろな工夫がここであります。そういう表現ができるという表現の表現力の様子も伝,え伝わってきます。それからこちらでございますが、今出している三つ座根の作品大ご寺山にある作品の一つ、ね。これは虫選び,虫選びの図で。 秋になって美しくなく虫を延べで探すというテーマでございますね。で、私がいろいろな調査をした結果こういう土砂派の絵にはきっと細かな表現があってそこに虫がいるんじゃないかなと思って見ましたそうすると見ますんですねわ、えー、かりますちょっと拡大してみましょうこういうふうに右側に それから、あの、すすきの上ですね。それから左側にもすすきの葉の上に。また、あその上に少し赤い色で、萩、えー、のお葉のお上にすすきが書いて、そこに虫がいます。このように、ちっちゃな虫をお丁寧に書い,いているんですね、えー。虫を探すというテーマでありますから、きっと虫がいるに違いないと思って丁寧に見て、 ミスを発見してそのことを醍醐寺の学芸員さんに伝えてみるとこんなにきていいに書いているんですねっていうふうに驚いておられましたこういう表現力というものが土佐派の見どころの一つになっていますそれから物語の読解力と書きました先ほど挙げた読み道具 の一つだと思われる、源氏物語の絵です。上と下で作者が違います。上は住吉弘直、下は板谷弘信の作品で、制作された時代も少し違っています。ただ図柄がよく似てますですね。同じ手本を使っているということがこれでわかります。住吉派と板谷派。 あグループは違うんですけれどもお共通の手本っていうものが使われてたということがあこの辺りから分かります。でここで、えー、これまでの「源氏絵」と違うところは何かと申しますとたくさん人を描,くて描いているところですね、えー、通常はこのように、えー、左にの出しましたのは久保創美術館にあります吉の土佐三好の「源氏村手鏡」。 の若菜でございます。で、同じ場面を右側に屏風、広久の屏風と、あ、広直の屏風と、広信の屏風で、えー、出しております。人数が違います。えー、まあ、画面の大きさも違うんですけれども、お、道義の作品は演奏する人物が女君たちが中心です。それに対して屏風は、あ。 演奏する女気たちの次女たちも一緒に書いてるんですね、えー、そういうふうにして人数を増やすことで豪華さを際立たせているというのが大きな特徴でありますしかし実はこれは物語の中に書いてございますですね。えー、このように物語、芸能語を見ますと若菜の芸を見ますと次女たちが同じような小族で控えていると 女君たちの背後に控えているということが書いてあります。このように物語を丁寧に読んでそしてそれを表現していく読解力が住吉や板谷の絵師たちにはあったということがよくわかります。次は模写力と書いております。えっと、時間が1時間過ぎてしまいましたけどあと少しだけお時間いただきたいと思います。 えー、10分少々お使いください。とこれはですね、模写力と書きました、えー。上に出しておりますのは国宝の四季ん演芸巻です。下はそれを模した作品です。えー、住吉の広安という住吉派の絵師が描いたものです。全く同じです。おそらく うう丁寧に見ながらあるいはあ紙を上に置いて色写しなどをした結果ではないかなと思います。非常に丁寧に細部まで丁寧に移していきます。このようなああ元々の作品を丁寧に移すということで、えー、絵の筆の運び方それから色の付け方を学ぶですね。模写力をつけるう一つの 学習の過程でありますそれから手本奮本を活用しているという例がここにございます、えー、上の絵は、えー、春の延べに女性たちが出て、えー、くつろいでいる場面ですよく見ると落款がございまして土佐光孝14歳筆と14歳という年齢が書いてございますね14歳で、えー、こんな絵が描けるんですね 英才教育がなされていたということがよくわかるんですがこの手本になったものがこの下にございます「住吉物語絵巻」です。えー、聖華堂文庫美術館さんにございます絵巻です。その絵巻の中から牛舎に乗る人であ,あるとかからまた延べで、えー、話をする人物それからまたこういうふうな何人かが集まっている人物ですね。 それを抽出して、えー、一つの絵にしています別の作品に仕上げていると言ってもいいかと思いますがこの手本あるいは原本を再構成して新しいものを作っていくという姿勢がここに見られますそれからまた手本類が継承されているということを示すために出したものがこれでございます、えー 板に書かれた変額の下線それからあその中司という女性の歌人ですね右側はその孫にあたります三助の書いたあ36か線の中の中司ですよく似てますね同じ手本が使われているというのはこのことでよくわかりますそれからもう一つ「荒の成平」を書いた変額とアルバムのようなものに 色紙を収めた画像にある成平の姿ですね貴公子成平の姿をこのように弓と矢を携えて描くという一つの形ができておりましてそれをおじさんとその孫が同じ手本を使って書いていますからあこれは 前回もご紹介したかと思いますが豊かな発想力アレンジの妙味ということで鳥獣ギガをどのようにアレンジしたかということがお伝えしたいと思います右側は広津つという人の書いた鳥獣まり図でございますその元になった原本が少しぼやっとしてますけども申し訳ありません左下にあります 講談地の長寿ギ画の4巻のあるいは3巻目でありますそれからその上は住吉派が描いた模写した作品でありますそれらが同じような場面を扱っているんですけれどもよく見ますとこれは長寿ギ画ですカエルの目をご覧ください渦巻き状に書いてあります えー、不思議ですね、えー、なんか目が回っているような <laughs> 感じがしますけども、えーっとお、こういうふうに書いて、原本でそれを、おこのお住吉の模本では、このようにです、ね、目を、えー、瞳を点に描いています。それからまた、ごめんなさい、えー、こちらですね、鳥獣蹴鞠図では同じように目が点です。 えー、目を点に描くものとそれからまたま、えー、このように渦巻きに描くもの、えー、本当に、えー、こ,れ行しょうこのひろつらがあ原本を見て、えー、縦長の画面にしたのであれば目は渦巻きになっているはずなんですが渦巻きになっていないということは あ住吉派の絵師が描いた模本を見て、えー、長寿けまり図という縦長の画面にしたということが分かりますこのように糞、えー、本を応用しながら新しい画面を作っていくというところが大きな特徴になっています、えー、最後大急ぎになってしまいましたけれども5つの項目を挙げて、えー、土佐、住吉、板屋 の特徴を簡単にご紹介しました、えーまあ、あの今回2回にわたって、えー、それぞれの特徴をお聞きいただきましたありがとうございました、えー、まだまだ戸佐谷住吉派の作品また板屋も含めてわ、えー、からないところもあります知らない作品も多くございますそういうものを今後も ご紹介していきながらその良さをお伝えできればいいなと思っておりますあとすいませんこれであのお話終わるんですけれども美術館からのお知らせがございまして簡単にご紹介させていただきたいと思います2分ぐらいお時間くださいお茶室に関わるお茶室再生に関わるプロジェクトということで今美術館が泉市とともに進めていることがございます えー、美術館にお茶室がございまして、えー、表千家の不審案と残月亭という有名なお茶室を模,した模写した、写したとも全く同じように写しているんですね、えー、作品がございまして、えー、昭和12年から16年の間に作られたと考えられています。 そういう建物でお茶会を行うということが恒例になっております特にお正月の初釜は大変人気がございますでこういうものがです、ね、路地も備えておりますんですけれども長い年月また台風などの被害もございまして2016年6月から非公開にして 建物の調査、それから修繕を行う準備をいたしております。今お出ししているのが、地下が実はこれはあの空洞になってましてですね。レンガを積み上げて壁にして、その上に柱が乗るようになっています。それからまた玄関ですか、正門ですが、台風の被害で 直接風を受けてて歪んでしまっていまっいすそれからまた壁の一部もこのように傷んでしまいましたで今私たちは出水市久保荘美術館や出水市はこの文化財を守るということでプロジェクトを立ち上げまして茶室保存のためのプロジェクトでございます。で11月1日から るさと納税を受け付けることにさせていただきまし美、えー、術館の一つのシンボルとなっておりますお茶室を再生してまた新たにお茶会を開き見学などもしていただき文化財として広く理解をしていただこうと思う取り組みでございます。えー ここに簡単に書きましたんですけれども、ネットをお使いになる方は、出水市、は茶室寄付という項目を打ち込んでいただきますとともに、詳しくは出水市の出水アピール課というところ、あるいは、久保総記念美術館にお問い合わせくだされば、ご説明差し上げたいと思います。 どうぞ皆様のご支援をよろしくお願いします長い間、はい、お聞きいただきましてありがとうございましたまだ美術館展覧会やっておりますのでどうぞ14月7日まででございますのでぜひお運びいただけたらありがたいなと思っております今日はどうもありがとうございました